はい、マネッチ、はい、はい、テレビかな、テレビ見てたのかな、私は。ね、見てたんでしょうかね。なんか、ボーイズバーの番組なんでしょうかね。これ、テレビなのかリアルなのかさっぱりわからんけど、第三視点なんだよね。客観的に見てんだよね。で、あるボーイズバーの店員がおって、で、まあ、席は結構自由に動けんかね、なんかね。で、他のボーイは結構ね、積極にどんどん積極的に行っていくんだけど、ある彼はね、なんだか知らんけど、雑用に最初ってするじゃんね。ひたすら雑用に徹していて、接客しないんだよ。ひたすら雑用の接客せずに、一生懸命雑用ばっかりやってて、で、なんか、惚れさせるみたいなね、そういうの姿にね、感心したね、なんか、僕はどっから見てたんだろうっていうのはあれはね、なんかよくわかんなかったけど、なんか、テレビなのかな、あれね、ちょっと、そういう夢でしたね。で、あとは、それもテレビで、なんだろうな、一回孤独死とか、ちょっと忘れちゃったんだよなと。まあ、それはでも、最後に見た夢だからね、はっきり、くっきり覚えてるね。